あった。ここか、物置って。なるほどね。はい。じゃあ、もう、こいつはもういらないと思うのよ。これね。うん。置いといて、これゲット。でよ。まだまだね、この家にね、鏡いっぱいあるんだよ、確か。うん。結構スルーしてたものもあったりするから。あれ、これは？これはもしかして割れない？これは違うね。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと探索して、鏡を片っ端から割っていく、尾崎豊モードになっていこうかなって思った。待って。ない？ここに。あった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 ！あんじゃん！ここにあんじゃん。そう、ここ見てなかったか。じゃあ、これいっちゃいましょうか。はい。で、結構ね、いろいろピースは揃ってると思うんだけど、まあ、パズルだよね、今回のドロレスのショーは。何起きんだ？何起きんだ？ん？これいけないの？ん？どういくんだ？ここ？ここ入んの？なんかやだな。そっち行くと？あ！ライターだ。うわ、ライターか。どうしよう。使い古してるやつと交換すっかな。はい。で、行くか。やめろよ。急にバーンとかやめてね。うん？何？超祀られてんじゃん。ん？特に何もできないと思ったけど、あ、こうしていったら、あ、こうしていけば入れるのか。じゃあいいや。もらっとこう。うーい、ごめんね。で、これで、入れんじゃん。暗い！この家どうなってんだよ。はい。あ、出ると？ん？ああ、裏側に出たのか。うん。こっち行きましょう。はい。また、少し休んで、寝てから撮ってるんで。また体力は回復したし、精神力も回復しました。うん。じゃ、これさ、この実況さ、俺編集してて気づくの、思うんだけどさ、徐々にどんどん衰弱してんの、俺が。え？なんだこれ。あ！これあれじゃない？クランク的な？これじゃない？絶対。ここか？こっちか？これだ。前やったもんね。入った。で、回すとどうなるんだ？下がってる？あ、上がってる。上がってんの、下がってんの、みんなはっきり言っとけ、上がってる。って感じだね。古いな。で？ん？これは何？特に意味はない。で、これが上がったってことは、そこに何かあんのか？ん？あ、刺さってる！血みどろのナイフを見つけた。は。あ、でもなんかさ、包丁欲しかったんじゃなかったっけ？いや、特に欲しくはないのか？うん。いや、貼り付けにするだけならまだしも。お腹に部数だなんて。ん？なんか行く場所、2箇所あるんじゃない？こっちは？あ、こっちが上がってきた場所か。うん。じゃあ、そっち側でいいのか。待って、クランク回収した？ちゃんと。あれ？クランクもしかしてもうこれで用なしなのかな？まあ、それならそれでいいんだけど。じゃ、これで、え？いけないじゃん。え、待って、落ちちゃうじゃん。落ちたってよ。ん？ああ、ああ、なるほど。ここに戻ってきたのね。あ、じゃあこっち行けば、あ、元に戻れると。オッケーオッケーオッケー。よし。まだまだ元気。まだまだ元気。多分、1時間後には衰弱してるから。だいたいいつもね、ビサージュはね、1時間とか1時間半撮って、それをだいたい30分に編集してる感じなんですよ。うん。だからね、そう、結構動画的に見たら早いペースでどんどん俺は衰弱してるんだよ。で、
あとこのハンマーを持ったことでしたいことがいっぱいあったんだよな。あとね、試しにさ、ここさ、鍵使ってみようかなと。なんかさ、地下室の鍵持ってんだよこれ。違うのか。そう、このこれなんだっけ、ベースメントだよねこれ確か。ベースメント、これどこで使うんだろう。さあ1階に戻ってきまして、そうだそうだそうだ、あの動画のね、あのコメントで、あのありがたいことにアドバイスをいただきまして、この部屋でまだ謎が残ってますよという、うん、そういうヒントはすげえありがたい。全部を語るんじゃなくてね。でこれもう少しもう一回見ていい？待って、ちょっと待ってね。なんか恐怖値が上がってる。なんやねん、明るいやろがい。俺確か前回時計と絵はやったんだよね。だけどよく見たっけさ、まだあんじゃん。俺それ見逃してた。上の方に食台があるんだよね。で真ん中だけろうそく灯ってます。で下2つと真ん中にこれ、ま、これ窓か鍵か。でも窓だろうなきっと。窓が左右下は開いてると。でこれって待って待って、できるのか。あるね、あるね。でろうそくさっき道中手に入れたから、これをん、なんかブーンつったん、あーつけた。これは合ってんのかな。で窓あったっけ、3つあんじゃん、あるじゃん。あで左右開けるすると、おこれで完璧なんじゃない？ん？あ、赤ちゃん泣き声。待って、帰れない。嘘。待って、これすげえやだ。どうなる？なんかあんのこっちに。どうすんの？待って、不穏な音が。あったっけこんな、あったか。割とくすみがちの色が好きなんですね。これどうすんのマジで。赤い、 なぜ赤い、どっからの、どっからの光源それ。あーなんかいける。なにこれ、ん、あーこれあれだ、ベビーモニターだ。両手でこのアクションを実行したってならない。なんか膨らんだりしない、呼吸みたいに。ちょっと待って、一旦置かせてもらって、じゃあ、これもう落とすのね。で、両手で、アクション。ないなんでさ、こっちから行ったときはいつも、いや、それは分かってんだけどさ、声が泣き止むの？手に入れた。これもアイテムですか？どうする？まずこれ拾っとく？拾っといた。どうしよう。他なんかないの？ここ。もうなんもない？これ手に入れて何？これを手に入れて？終わり？帰れる？あ、帰れる！よかった。じゃあね、これなんか使うのかな？急に声とかするんじゃない？だから声がしてるときは、あそこなんだよ。やめろ！やめろって。ああ、着いた。声がするときは、つまり2階の赤ちゃんのベビーベッドのところに何かがあるっていう、そういうサインになるんじゃない？ほう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 。どうしよう。それ待ちになるのかな？待って、ハンマーはまだ使うよね。もう手がいっぱいいっぱいよ。手が4本欲しいわ、天津飯みたいに。じゃあ鏡の部屋をまだねあったはずだから、それを、うん、上だね確か。上の方でねあるんだよね。まだなんで消えたりついたりしてんのよ。ここの部屋って見たっけ。
あるわ。どうしよう。あるね、あそこに。え、俺一回も来てなかったっけ、ここ。ちょっと待って、行ったんで先にね、こっちの部屋がずっと気になってたから、ここやろっか。うん、じゃあ一旦これは置くか、置いて、はい、終わりまーす。はい、うわーっと、人いるぞ。え、あ、そっか、あれだよね、あのさ、待って、どうする。これ一回置いとく、今いらないんじゃない、いる、いらない、わかんない、どうしよう。え、どうしよう。あ、ハンマーがいらない、今は。もうわかんない、全部いる。どうしたらいいの。とりあえず、あ、なるの、今なるの。え、なに、怖い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 、どうしよう、ど今渋滞してる、渋滞してる。あ、コンパスがいらない、一旦コンパスとかよ。コンパスはもう多分用なしだと思うんだよね。ちょっとコンパス、ここに置いとくか。はい。で、いつでも、こうやっていけるように、持っとこう。え、誰？あ、これ、旦那さんじゃない？これ。そうだよね。うわ、死んでんだよね。そうそうそう。あのさ、家電たちが喋ってたじゃん。ドロレスが7本だっけ？ 7 本が刺して、殺したって。それが書斎にまだいるらしいぜ。ギャッハッハッハみたいな。笑い事じゃねえけどな。何？あ、点滴袋は欲しかったんですよ。ちょうどありがとうございます。あれだよね。あの、絵画の謎解きした部屋の奥で必要だったはず。で、ナイフは外されたようだってことは、これ入れる。これだ。ほど。よかった、先に行って。え、やるの？いや、もう死んでるんだから。仏さんへの侮辱やめなさい。仏さんへの侮辱だよ、それ。なぜ元通りにしようと思うの？主人公が一番サイコパスじゃん、こんなの。そんなゆっくりやんなよ。やるならさってやれよ、さって。はいって感じで。もういいよ、そんなゆっくりやんなって。動くなよ、動くなよ、動くなよ。え、なに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 、え、なにそのスイッチ。ナイフ刺して、手が緩んで、それ落とすなんてある？ I love you。 俺 I hate you だよ。死んでるじゃんと。ちょっと失礼します。かっけは？かっけは？反応あるか？こうか。反応なしかな。かっけも反応…待って、痛いってかっけ反応すんの？知らんけど。じゃあ、これでとりあえず。待って、あんまり背中向けたくないな。なんかアイテムとかないか。やめろやめろ。動くなよ。動くなよ。振りじゃない、振りじゃない。それは違う。待って、暗いな。ん？待って、こう穴開いてない？あ、違う。こっちは、動くなよ。なんか一個だけ色が違う本とかあったりするんじゃない？コンパスは物置に保管されている。え？ああ、なるほど。あの、大事なアイテムは、床に置いて一定時間経つと、地下のあの物置に保管されちゃうとかことなんだろうね。はいはいはい。特になんもない？これは？なんかできる？ん？隠し扉？隠し扉的な？押せば開くんだ。動いてない。オッケー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 。鍵？鍵持ってる鍵。あ、これか？これを使う？使った。ここだ。動くなよ。で、なんだ？箱？あ、ああ、ピースだ。サンキュー。まだあるぞ。あ、仮説、オッケーオッケーオッケー。あとで聞こう。そして、点滴か。点滴は多分取れないね、この感じは。はい。あとこれは？あかんない。他。いやー、ちょっとねー。
嫌な予感がするんですよね。あら、立ってる立ってる、どうしよう。どうも、どうしよう、どうしよう、どうしよう、ごめんなさい。あと、くる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 、ちょっと待って、来るの、どんぐらい来るの、はい、さよなら。開けたらいる、いない、あ、よかった、ちょっとね、ごめんなさい、怖かったかもしれないけど、ちょっと好奇心が、あれ捕まったらどうなるんだろうっていうごめんなさいね、好奇心が出ちゃいましたね。ちょっと捕まったらどうなるんだろう、あれちょっとやっていい、ちょっとああいうのすごい気になるんだよね。よし、アイテムゲットした。こと何もない。じゃあ試しにもうプランとしてはすり抜けていけるのかが気になるよね。この人はこれ、あ、こっちにしっかり来るんだね。逃げる、避ける、うわー、ごめん、おー、やっちゃったあ、自分のが刺して、あー、そうするんだあ、そうなるんだ。あー、全部7本全部やる気、そんな尺取る、もうさすがに倒れるよ、うん、あー、痛い。あ、そうなるんだ。はい、俺の悪い癖。はい、もう一回ね。だからこれって、あ、もう多分すり抜けるのは多分厳しいだろうから、これ一回こうすりゃもういなくなったりするってことなんだね。はい、もうね、こう長いことね、ホラーゲームやってるとね、一つの境地に至るんですよ。ホラーゲームってのは所詮ただのプログラムだと、何か条件を出せばその恐怖の対象は消えるんだというね。はい、そんなものに振り回されてたまるかっていうか、コンパスあんじゃん、手に入れとくか。で、なんだっけ、次何しようかね。そう、点滴袋手に入れたから、絵画の部屋の奥にも行きたいよね。で、この部屋って俺見たっけ、ちゃんと。ドローレス編になってからあんまりちゃんと見てない気がするんだけど、特になんもない感じ。うん、特にないなら点滴いっちゃおうかな。うん、この部屋ね、この部屋なんか浮いてんな。うん、そこね、これに点、いや、ここもね、何起きるか分かんないからすげえなんだよな。これ絶対ドローレスじゃん。で、ここに点滴袋を下げる。すると、どうなるの？おお、動いた。え、消える、ピースだ。あ、これで揃ったんじゃない？待って、なんか起きる？何も起きない？怖い、もう帰ろう。なんもないね。うん、はい。なんかさ、真っ暗な空間にさ、そのベッドと点滴のそれ置くだけで、なんかすごい雰囲気になるね。あれが空間を支配するって意味のね、あれなんですよ、空間造形っていうものになるんだよね。なんか明らかに異質なものを1個置くだけで、その空間の表現が変わるっていうかさ、そのオブジェクトがその空間を支配するんだよね。まあ、そういうこと。さて、ピースは全部集まっただよね、残り2つ。うん、もう2つ吊り下げてたはずだよね。あれ、あ、いや、持ってなかった、ごめん、勘違いだ。12、あ、あ、全部あるわ、ごめん、3つあるわ。どうしよう、ろうそく、うん、いや、トイレの鏡やるか。なんか順番的にあっちの方が正しそうな予感がする。だから一旦これ置いて、まあ、コンパスいらんでしょ。で、OK。よし、行くぞ。多分、あれで最後だと思うんだよね、鏡は。こことかすっげえなんだよね。うん、まあいいや。よし。で、あ、ごめん、はい、はい、パリンチョン。よし、行こう。よし。ライターと、ハンマーがあれば大体は何とかなる。何ここ、待って、はもしかしてここはこれが必要なんじゃない、そういう
メッセージ。待って、暗いな。え、なに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 。え、道が3つに分かれてるよ。6時45分、10時45分、5時。朝から行く？待って、待って、待って、ちょっと待って、ちょっと怖すぎるわ、ちょっと、明かりなきゃ無理。明かりつかないとこでした！明かりつかないとこなんで、右から、あ、待って、ある。ホットテープ。よし。オッケーオッケーオッケー。よし、行こう行こう行こう。何？実績の、ああはい、すっげえ嫌なんだけど。あれ？戻ってきちゃったな。時間通り行くか。じゃ、こっち行くか。ん？ん？違うんか、こっちか。え、なんか音が、不穏な音が増えてく。あ、時間変わった。12時。これパズルなんだろうな、きっと。わかんねえな。とりあえず、右行こう。で、多分、ループするでしょ？ループして、また時間変わってる、こっち。ん？こっちも変わっちゃったな。これ、適当に進むしかない？これはちょっとやばいかもしんない。深みにどんどんハマってる気がする。一旦まっすぐ行ってみるか。あ、なんか行けた。クリアできたの俺今。ひたすらまっすぐ行こうと思ったらクリアした。いや、すっげえやだ、行きたくて。そう、透明に。なに？なんだ？おー、素晴らしい作品だ。これも素晴らしい。いや、これはすごいね。うん。ベビーベッドが鎖で繋がれて、吊り下がってるっていう。すごいメッセージ性を感じるけども、どういうメッセージかはその人その人で変わるから、そういう作品っていいよね。そして実際に蓄音機ね。はい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 。何？どうすんの？どうすんの？うわぁ！ずりーよ！デカドロレスはずりーよ。何ここ？デカドロはずるいでしょう。ここどこ？え？いいの？ん？何この、何この空間？烈火の炎の天道地獄みたいな空間。ん？あ、なんかあっち、あ、これあそこだ。不安測部屋から繋がるところ、ドア開いちゃっていいのか？ドア行っちゃって、ぬっちょ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 してるこれ。ドロレスなんて言ってたっけ？なんかそれに触んなって言ってたよね。これまた変わらず明かりつくわ。オッケー。でもぐるるるるるるっつってる。いきなり急に巨大化したドロレスとボス戦みたいな、そういうバイオハザード的な展開ではないよね。うわ、すごいな。何？どうすんの？あれ？あ！家だ！家が内蔵化してる。何それ？これ何これ？特になんでもない？家だよね。これ地下の部屋だよね。ん？違うか。違う。あ、やっぱ家だ。地下に通じて、ああ、違う、今のあそこはあれか、1階のリビングの隣にある台所で、地下に降りて、いやー、これすごいですね。これ作られたのすごいですね。うん、家の構造をそのままこうやって内蔵化してるっていうね、うん、テクスチャを張り替えたりとかね、調整とかね、あったりするんだろうけど。え、何それ。え、何これ、すげえ。わ、すっごで、こっから
違う？あ、あっちか。こっちからすごい陽気を、父さん陽気を感じますよ。あー繋がった。結局繋がるんだここに。いやーごめんごめんごめん、どうすんのこれ。あ、ハンドル取った。で、あとは何？え、あー何何？なんか起きんの？これは？もうなんもない？あ、消えてく。これどうなるの？保管することはない？ここで帰…そもそも帰れんのかな？関係ない？関係ないね、もういいんだね、オッケー。じゃあ…はい、なんか…うわうーわー、え、これまた辿っていくやつじゃん。あっちか。じゃあこの蝶の先を見に行こうか。あ、こっちだ。わあ、入んのかよ。